はい、じゃあ今から髪の傷みが5分の1になる。いちごから白髪染め染めます。 NB6 15g、 NB7 14g、 2液 145g で染めます。まあ就活か、やっぱり。そうですね、就活、うん、何つったって今年はなんか早い。普通は本当に2月の終わりから、はい、はい、初めにかけて急に染めしたんですけど、はい、もう結構。そうなんですか。遊びの修理で、はいですよ。あ、面白いね。早めにね、そうやって準備してる人はいいんだけど、はい、絶対に成人式もそうなんですけど、はい、ギリギリに。あ、まあいるよね。そういう人に限って結構ウエスト直したり袖直したり丈直したり、うん、体型が普通じゃないから早く帰ってればいいと思って。あとはやっぱり礼服の即仕上げが多いですよ、はいはい、急な葬式だとか、はい、お通夜で出したら虫が食ってたとかちっちゃくなってただとか、はい、自分の体型が変わって、いやそうですよね、うん、着る機会少ないから。本当ですよね。いや私もだから体型が変えて、もう今前の方がダメです。ガバガバで痩せたから。うん、一番太っていう時作ったでしょ。そうなんですよね。だから今回で言って礼服高いからもったいないしね。そんな種類のもの結構着てますよ。古いクリーニング出すとちょっとこの辺擦れてますけどっていうか、大丈夫です、分かってます。買うって言っていいっていうのもね、うん、まあいらないって、ね、まあ、そうなんですよね、本当に。その例えばさ、礼服着た仕事なら別だけどね。そうそうそう、うん、本当にね、うん、この間おじさんが亡くなって、ええ、お葬式だったんだけどさ、ええ、まあお客さんがね、ご主人亡くなったんでよかったら使ってくださいって言って、まあ、礼服とかいっぱいもらったんだけど、それ全部私ちょうどいいんですよ。痩せた私にちょうどいいんですよ。そうわすげえなと思って。着てもらった方がね、うん、うちも実家の父親が亡くなった時に母の弟が横浜にいるんですけど、はい、みんな持ってましたよ。よかったって言って、ね、スーツとかズボンとか全部持って、もったいないよね、うん、父親は小柄だったから、うん、びっくりした。ちょうどいいだろうが向こうだろうが、はい、まあ、孫たちがもう誰にも着られないし、おじいさんのだしね、横浜にいる母の弟が持ってて、それで黒いほらコートがなかったからさ、ええ、茶色のコート着てたら弟に言われちゃって。いいんですよ、別にコートはいいんだよね、うん、そう、預けるじゃないですか、ずっと着てないし、クローブに預けたりするから、そうそう、いいんですよ。女の人だって黒いコート着てる人少ないですよ、うん、いや、あれは俺だって着てるからさ、うんうん、ねえ、ね、もったいない、そのために、うん、茶色だったらいい、白とかじゃ、うん、おかしいけど、コートはじゃあおじさんのもらえなかったの。それは飲まなかったな。それはダメでしたね。でも